はい、皆さんこんにちは、エステ王子です。今回はお客様の心を動かす会話術ということについてね、お伝えしていきたいと思います。このチャンネルではですね、エステ王子のサロン経営ノウハウ、カウンセリング、物販、リピーターの作り方、こういったね内容をお伝えしております。でそれからですね、エステ王子の日本一のフェイシャルテクニックなどもねアップしておりますので、ぜひね見ていただきたいと思います。はい、ということでお客様の心を動かす会話、はい、まあ心を動かすっていうことは、例えばですね、物を買っていただくとかご契約をしていただく、まあこのためにはですね、お客様の心が動かない限りですね、ご契約とか販売には至らないっていうことなんですね。で、心が動くっていうのはどういうことかっていうと、まあわかりやすく言うとですね、例えばその商品を使った時のイメージが湧くかどうかとか、このサロンに通うことで自分がどうなれるかっていうことのイメージが湧くかどうか。で、このイメージが湧くことによって心が動かされていくわけなんですね。ということは、どういう会話をすればいいのかっていうことなんですけれども、最初にね、こういう会話はダメだよとかね、お伝えしていきます。で、まあ後半の方にはですね、こんな会話がいいよっていうのをね、お伝えしていきますので、まあ後半ぜひね、見ていただきたいと思います。まあこんな会話はダメっていうことなんですけれども、まあ 100% ダメっていうわけではないんですけれども、まあ、よくあるね、例はですね、まあ、お客様に対してメリットだけをお伝えするというね、方がいらっしゃるんですよ。はい。で、このメリットだけをお伝えするトークとかね、会話っていうのは、なかなかですね、お客様の心を動かすことはできません。では、じゃあ心を動かすトークって何かっていうと、まあ、メリットを伝えるっていうだけではなくて、大切なのはですね、その後にあるですね、ベネフィットを伝えていくということなんですね。で、このベネフィットって何かっていうと、まあ、お客様がですね、得られる、まあ、利益みたいな話なんですけれども、要は、例えばエステをやったら、お客様はですね、どんないい未来が待っているかみたいなところなんですね。メリットっていうのは、例えばエステサロンに通うとお肌が綺麗になりますとか、乾燥肌が改善する、それから5キロ痩せるよとか、スリムになれますよとか、美脚になれますよみたいなのがいわゆるメリットなんですよ。で、このメリットだけを伝えたとしても、実はお客様って心が動いていかないんですね。で、今お話ししたベネフィットをちゃんと伝えていくと。で、ベネフィットって何かっていうと、そのメリットの先にあることなんですよ。例えば5キロを痩せることによってお客様はどんな生活を送ることができるのかとかですね、どんな未来を獲得できるのか、お肌の乾燥が改善することでどんな自分になれるのか、どんな楽しいことが待っているのかみたいな部分なんですよね。で、ここがいわゆるベネフィットなんですよ。なので、メリットのさらに先にあるものをちゃんと伝えていくということなんですね。で、このベネフィットっていうのは、実はですね、お客様によってそれぞれ違いすぎるんですね。なので、例えば新規のお客様であればプレカウンセリングであったりだとか、まあね、リピーターのお客様であれば普段の会話の中でお客様のベネフィットを探していくってことなんですよ。で、そのために何が必要か、とにかくお客様のことを知るってことですね。お客様はこのサロンに通うことでどうなりたいのか、どういう人生を送っていきたいのかっていうのを普段の会話の中で知っていくっていうことなんですね。これがですね、できていかないとお客様の心っていうのを動かすことができないと、まあいわゆるイメージすることができないってことなんですね。なんで、とにかくお客様のなりたい未来をしっかりとヒアリングしていくってことなんです。なので、まあ、ヒアリング力ですね。お客様の悩み、それからコンプレックスを改善するためにはどんなヒアリングをするべきなのか、それをね、改善したいって思った時に改善できますよっていう話ではなくて、これがいわゆるメリットなんですけど、改善できますよじゃなくて、改善した後ってこうなれますよっていうところまで必ず伝えていくっていうことが大事なわけですね。このベネフィットをね、いかに伝えられるかっていうのが、お客様の心を動かさないっていうね、すごくね、影響していきますので、ぜひですね、お客様のことをまず知ると。この知ることによってベネフィットを伝えられるようになりますので、これがいわゆる質問力だったりカウンセリング力だったりするわけですね。なので、ぜひお客様を知るっていうことをまず大前提に考えていただいて、メリットだけを伝えるんではなくて、その先にあるベネフィット、ね、お客様のなりたい未来ですね、ここに連れてってあげると。そうするとイメージが湧きますから、そのイメージが湧くことでお客様っていうのは心を動かされるということなんですね。なので、ここに通ったらこうなれるよとか、この商品を使ったら痩せられるよとかね、綺麗になれるよっていう話ではなくて、その先にあるベネフィット、これをね、しっかりと伝えてほしいなというふうに思います。はい、ということで今回の動画いかがでしたでしょうか。メリットだけを伝えていたら商品は売れませんし、ご契約もできないと。大切なのはその奥にあるですね、ベネフィット、
お客様のイメージですね。イメージ、いかにお客様にイメージしていただいて心を動かしていくか、これはもうベネフィットなんですね。メリットでなくベネフィット、これしっかりね覚えていただきたいと思います。はい、ということで今回の動画ね、少しためになったなというふうに思われましたら、ぜひ高評価お願いいたします。そしてですね、この動画に対する感想や質問などありましたら、ぜひねコメント欄にお願いいたします。それからですね、さらにこれからたくさんのねいい情報をね、できるだけ皆さんにお伝えしていきたいと思いますので、ぜひねお見逃しないようにね、チャンネル登録をお願いいたします。ということで、またお会いしましょう。